首都市販大学は、中国北京市西三間北路105号に本部を置く、中国の公立大学である。1954年に設置された、大学の略称は、首次第。2017年10月時点では、学校の面積は100万平方メートル、建築面積は95万平方メートル、生徒数、約26,579人、本科生1万884人。 広市生5752人、博士生770人、生教学生6838人、留学生1138人、教職員2481人、首都市販大学の建築。1954年、首都市販大学の起源となる北京市販学院を北京市人民政府と中華人民共和国教育部が設立。九百六十年、 河北人民大学哲学系、政教系を、九州合併する。1962年、北京高能師範学院と北京体育師範学院が、統合され、新生、北京師範学院となる。1956年、加藤師範大学音楽系、東北師範大学音楽系、北京師範大学美術系、音楽系が統合し、北京芸術師範学院となる。 1960年、北京芸術師範学院と北京芸術学院が合併指針、北京芸術学院設立。1964年、北京芸術学院、北京師範専科学校部分を、九州合併する。1978年、北京師範学院分院、北京師範大学一分校、北京師範大学二分校、北京外国語学院分院を設立。 1979年、体育系が北京体育主範学院として分離独立。1980年、北京外国語学校を九州合併する。1985年、北京外国語学院分院と北京連合大学が合併し、北京連合大学外国語主範学院設立。1992年、北京主範学院、北京主範学院分院。 北京連合大学外語師範学院を母体に首都師範大学が発足。1999年北京第三師範学校、通州師範学校を九州合併する。2011年12月北京市用自主販学校を九州合併する学前教育学院を設置。吉里キャンパス北一区図書館。学院も、帝も、日本の大学の学部に、 ほぼ相当する。学部は学院と系の上の編成で実態はなく日本の学部とは位置づけが異なっている。病役がないのでそのまま記す。実記しろう。2014現在全部で36予告205大学機関と交流協定を結んでいる。ありがとうございます。